さくら、昨日の大通りの話聞いたぞ。頼もしい弟が増えて嬉しいわ。腹が立つほど気が抜けるって、何勝手に兄貴になってんだよ。この町にいるやつはみんな家族だと思ってんだ。ししどれ、頼もう。我はししとうれん頭取富山長次。勝負。よう富山、いいもん持ってんな。うん、知ってる。あの梅宮と真正面から対峙して笑ってる。タイマン、タイマン、タイマン、タイマン。だがな、お前だって十分暴れてくれた。早く帰った方がいい。ったく、相変わらずせっかちだな。じゃあちょっかい出したよ。今度は梅ちゃんの番。ほらほら、やり返し。梅ちゃんが欲しい。だから風鈴を梅ちゃんごと。そんなのめちゃくちゃだ。山、まあ、しんどかったな。真剣なことうちの大将に言ってんだよ。ええ、大将が一人で勝ち込みって。ったく、事情を話した途端すっ飛んでっちゃうんだもん。いやー、オセロ君、さっきぶり。怠慢なら邪魔しねえけどよ、囲むのは気に食わねえんだよ。お前ら動くんじゃねえぞ。宮間、お前の怠慢受けてやる。そちらの大将は随分お優しいんだな。それなら梅ちゃん、みんなでやらない？それぞれが怠慢でやるってことね。対戦みたいな感じか。いいね。当時と梅宮、俺とオセロ君、俺とあの挑発をやらせろ。あ、僕はそっちの眼帯と。こっちの方が嬉しいね、イラギさんと。そこ俺もやるわ。目いっぱい楽しんで喧嘩しよう。キリなんだよ。なんだ、彼女かよ。ちげえか、俺の妹だぞ。それもちげえから。同じ施設で育ったのよ。なんだ、そんなことか。そうよ。お前いくつだ？16。あんたとタメよ。見ても20歳超える。琴葉は大人っぽいんだよ。エミヤは琴葉ちゃんを溺愛していてな。わかるな。琴葉のオムライス日本一。獅子討論はただ純粋に喧嘩の強さを求めるチームだったが、富山が頭取になってから嘘でも喧嘩を一方的に吹っかけられたって話はいくつも聞いてる。原因は富山だろうな。明日話せばわかるさ。喧嘩は対話よ、さくら君。ああ、俺たちにしか通じない言葉だがな。よし、そんじゃあまあ、いますか。いつも以上に負ける気がしねえ。めちゃーん。おう、邪魔するぜ。